はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ペリズマイ様、ペリツマ様、サトコ様、上総介様、小川様、武蔵の親父様、のりこ様、サトコ様、高田様、高島様、正幸様、永田様、平様、陽一様、鈴代様、正雄様、ホワイトアウト5963様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。チャンネル登録も、ついでによろしくお願いします。早期解散の噂が流れてますが、確定でないんで、今日取り上げませんね。石破政権の、人事が発表になっておりました。麻生太郎最高顧問84歳麻生派、菅義偉副総裁75歳菅派。まあ最高顧問も副総裁も名誉職ということで、日頃のお仕事とかはないみたいなんですけども、まあ何かあった時に相談に乗るぐらいでね。森山博史幹事長79歳、無派閥と。鈴木俊一総務会長71歳麻生派。この方ですね、鈴木善光の息子でですね、麻生さんの妹さんが奥さん、まあ義理の兄弟だそうであります。小泉進次郎選対委員長43歳菅派。まあ菅派なんていうのないんですけど、菅グループっていうんですか。小野寺逸則政調会長60歳岸田派。岸田派だったんだ小野寺さん、知らなかったなーって。岩谷武史外務大臣、67歳無派閥。元麻生派だったんですけれども離脱しておりました。いつの間にか、パチンコ LGBT レーダー照射ヘタレ、情弱、バカ牧原秀樹法務大臣53歳、菅派。小里康弘農水大臣、66歳無派閥と。中谷元防衛大臣66歳、無派閥。中谷さん前も防衛大臣やったことなかったでしたっけ。ちょっとうろ覚えなんですけども。加藤勝信財務大臣68歳茂木派。カツカレー食い逃げ事件安倍敏子文部文科大臣、65歳無派閥。岩谷と同じく元麻生派だったが離脱しておりました。武藤洋二元経産大臣、武藤洋二経産大臣68歳麻生派。村上誠一郎総務大臣71歳無派閥。安倍総理を国賊といったですね、自民党内共産党員ですねこいつ。なんか共産党とか民主党が言いそうなことばっかり言ってる。なんで自民党いんのっていう、変なやつであります。浅尾慶一郎環境大臣60歳麻生派。福岡高丸厚生大臣厚労大臣51歳無派閥。元茂木派だったが離脱しておりました。赤澤亮生経済再生担当大臣無派閥63歳。木内稔、経済安保担当大臣59歳無派閥。高市さんのポストでしたねこれね。伊藤義孝地方創生県沖縄北方担当大臣75歳二階派。石破茂これでしたよ、地方創生、大臣かなんかやってましたよ。伊藤忠彦復興大臣60歳二階派。酒井学国家公安委員長、59歳菅派。平正明デジタル大臣57歳消滅した元石破派。郵送したの高市さんだけって嘘ついて訂正してないやつ、デジタル大臣難儀な役職ですからね。やり方うまくやんねえと、反感買うからね。三原淳子子ども政策担当大臣、子ども家庭庁の大臣でしょうか60歳三原さん6もう60歳か。消滅した元石破派。同じ神奈川グループの小泉進次郎支持を明言してたんで実質菅派かなーって。無派閥10名、菅派5名麻生派4名二階派2名、岸田派1名茂木派1名と。徹底的に清和会旧安倍派が、干されてますね。それと無派閥多いのは裏金のイメージ払拭のため無派閥多めに入れたんですかね。あと無派閥だったらどこの派閥が一人おいだの二人おいだの文句あんまり出ないからね。総務会長高市さんに、小林ホークさんに
広報委員長を打診したが断られておりました。広報委員長って総裁選に勝った岸田がですね、辞典だった河野太郎に与えた役職じゃないですか、やだーということで、この人事に党内から支持率が上がるとは思えない、選挙応援に来てほしい人が一人もいないという声が上がっている模様。選対本部長は小泉だから小泉が応援に来てくれますけれども、来てほしくないのが小泉には、党員支持があんまりなかったから世論です。出がらしみたいなやつしかおらんな。何やってた人かさっぱりわからんのが多い。完全にミスチョイスやね。実際に誰が応援に行くんだ小泉。進次郎選対委員長大草原必死。変なこと言う小泉の応援演説はマイナスやろ。応援演説要員は三原淳子がいるじゃない。選挙までの短命内閣だから誰でもいいんじゃない。石破とポスター写真撮りたがる人なんているんだろうか、いるんだろうか本当に。石破とポスター撮りたい人、不人気岸田の路線継承したら人気になるわけない。高市さんなら一応初の女性総理って肩書きつくが石破は特にないからな。菅と二階と岸田がそれを支持してんだから諦めろと。その質が少なく話題にもあんまり上らない無派閥を10名揃えたからあんまり有名な人おりませんね。高市さん、清和会プラス麻生派 VS 石破、菅、岸田、茂木、二階、中でも押したのが岸田で勝った石破と、握手してニヤニヤしてる顔に腹が立つ。本当は小泉に勝ってほしかったガースは喜びも半分ですね。高市さんを潰して麻生、清和会を潰したいっていう消極的理由で石破推し、茂木二階がなんで石破推しだったのかは不明。これで安倍派、旧安倍派、清和会、完全に潰れちゃいましたねこれね。麻生さんは手駒の河野太郎がまさかの不人気で高市さんに乗るしかなかったんじゃないかな。石破政権は岸田路線継承でですね、つまり増税新幹となると予想します。不人気で降ろされた岸田路線を継承するって始まる前から不人気確定だね。なんでそんなバカなことやるんだろう。パチンコ父さんブログさん、岸田政権不人気理由ですね、岸田とその周辺が1年先もことも見えていないバカの集まりだからです。当たってるなーってマスコミに容易に踊らされて右往左往してさ、信念もゼロ、日本をどうしたいかっていうビジョンもゼロ、その場その場で右往左往するんだばっかりで余計なことをやってる、日経平均ド派手に行く。金曜日終わり値から2000円以上下げまして37,800円台で推移してます。これが本当のゲルショッカーと。世論どこまで戻りますかね。とっとと石破を交代させてください。石破総理が歓迎されてますね。カツカレーさんは財務省と戦えるのか。この先も不透明、これからが地獄。マーケットが反アベノミクスの石破に脳を突きつけてる。当分は乱焦げしながら打つ手もなくズルズル下がる。利上げ容認、緊縮財政、消費税増税否定せず、そりゃこうなる。いかんせん石破が言ってきたこと全部なかったことにしてる状態だから判断材料がない。石破言ってることがコロコロ変わるのが不安と。先週の木曜日金曜日で高市総理期待でですね2000円近く上げてたんだって。それが戻っただけでした。それだけ市場はですね高市総理に期待してたのにがっかりでしたね。市場関係者さん、投資家さんたち、焦った石破、緊縮財政に慎重、火消しに今走ってますけど、総裁選前と言ってること違うから先行き不安でしょうね。言うことコロコロ変わるのが一番ダメだよな権力者はな。普段から匂わすだけで絶対明言しないし、今後も振り回される人多くいるんじゃないでしょうか。匂わして匂わして匂わすだけっていう。総裁選8位の河野太郎さん入閣できず完全に終了。政治家として終わったみたいであります。一般人の私訴えてる場合じゃなかったね。カツカレー加藤ですら入れてもらってんのにブロックしすぎた政治家の末路。次の政権どうぞ。前回石破って河野に乗ったのにな。これで少しは塩らしくなるかな。上川陽子と茂木、利光もおらんな。利広かな。落ちびろ方が
悲惨すぎる。心まで醜かった男の末路、あとは一体何が醜いのよ、最後は自分が国民からブロックされてしまったか。うまいこと言うな。ひろゆきが好意的な政治家はどんどん落ちぶれていく。そうなのか、当選は余裕だろうからのんびりと余生を過ごせ、全員確定申告とか変な政策ばっかり。河野太郎無能で検索。漂白内閣ってイメージつきました。なんか裏金のイメージと茂木とか河野とかの、威圧恫喝パワハラ議員、悪の強い議員をですね徹底排除、あと清和会とね、漂白内閣じゃないか。あ、石破の内閣は、斉藤元彦兵庫知事のこともあったし、今後はですね官僚を怒鳴りつけたり威圧したり恫喝したりの河野スタイルはご法度になってくんじゃないかな。これも社会のホワイト化の流れですし、しゃあないですね。昔みたいにですねテレビで放送さえしなければ世間に知れないって時代じゃないしね。社会のホワイト化に負けたんだな、河野はな。毎日新聞調査、石破政権に期待する 52%、 期待しない 30%、 高齢者ほど期待感が高かった。世論です。高齢者はワイドショーばっかりだから。石破支持率はテレビの視聴時間に比例する。自民党支持率 33% で選挙に踏み切れるのか。立憲の左派と自民の右派にすごいストレス。さすが野党支持者に人気の石破さん。29% から33% に上がったんだって。 4% 和菓子、自民党支持率ね、高齢者地方は石破、現役世代都心都会は高市さんっていう傾向がはっきり出ておりました。県別でですね誰が1位だったかっていうのは石破が25、高市さん21で、高市さんやっぱり田舎の方じゃなくて都会の方で人気だったんですよね。これはやっぱりですね石破支持はテレビ視聴時間に比例しますね。テレビは石破ご利用しだったからね。テレビ新聞が期待する世の中になるんでしょうかね。本当にね、核共有を議論しなければとか言い出してますけども、石破の言うことコロコロ変わるよ。石破最後はテレビと新聞を裏切るんじゃないかって期待してるんですけど、いい方向にね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。